佐藤さんも早えなぁ。このメンツで5位かい。多分明日には6秒台なんで。あーべ、全然タイムそ出んなない。変わらないでしょ、1日経っても。大丈夫いだよ。や、もう、すべての運使っちゃいました。なんか、今日すごくいいんですよ。このコースに限って。遠赤の引きが良かった。遠赤の、そう、たまたまなんです。多分予選では37秒台です。そんなこと言っそんなてにはても。落ちないでしょ、34秒台が出なくとも。40とか言って。今日はやばいかも。多いっすね。もうだって27人ですよ。はい。かなり多いやばいけど外人少ないもんな。ですね。そうなんですね。1、2。もうすマぐシュ早がい人おるな。6位。レクサス？あけえ、ピン高えな。レクサス早い、この人。出勤してもなぁ。あや女 重たいからな、俺。もう私もまだカルタンはやってないですけど、まあ、早いわ。いやー、森田さんガス積んで、カルタンの私が。負けてるからな、これはガ独スは走積んだろでうないんでな。すよ。ガス積んでこのタイムが出たら、優負勝けできもるんかでもすしれないですね。おお、みたい森谷さん、さすがだな。80リッターでそれか。80リッターでこれは大概ですね。大概なんかやらかしてる。やばい、絶対タイム出ない。片い野菜のタイム出やー、なんか。あれ？あ、ほんとだ。まあ、重たんで言ってたのはあるし、でも、勝谷さんも重たんですよね。私40済みですね。まあでもそんな感じ。20度、9度。さっきより、暑いですかね。まあでもほぼ一緒ですね。26、2度ぐらい高いですね。なんか社交おかしなこと。まあ予選の短さ考えたら、内野突っ込む一緒でも問題ない。ああ、さすがにダクトを開けるかな。行くぞあれ？あ、さっき何度でしたっけ？さっそっきがか。24です。危ねえ、ミスコースすると思った。水落とししたなんや、びっくりした。曲がんねえかと思ったらリアだけ車高下げてた。 牛さんが牛に挟まれた馬ですね。やばいやばい。牛くん、ベッドマペット。カエルくんは？カエルくんいる？いる。あ、心のあ中に。いけるいける。ああ、なるほど。ロケッツァさん、シッポーさんとの距離を空けるんで、ちょっとよろしくお願いします。このまま全開でいけるかな。でも止まってんな、最終。大丈夫そう。いや、混んでないっすよ。混んでない、混んでない。いやー、最週終、間曲短がいもんな、このコース。どれぐらいですかね、これ。はい、赤タイム。もうこれす、もう滑るの承知でしかないよな、ある程度。ちょっと様子見やな、まだ。
なんかタイム出そうですよ。ああ、全然タイヤが食わない。お、ヘルビラーさん。これでも乗りすぎなのがいいんですけどね。歯が止まってる。いや、出ちゃって。壁出ちゃった。どいてくんねえな、この人。最終コーナー結構癖ありですよね、ここ。やべやべ、壁出ちゃった。壁出ちゃった。持ってるよりは曲げとかないとワンダーで飛んでくる。あー、これつまりそうやな。ケルさん、どっから湧いてきたんだ。私の後ろ側にいますね。地高のあるある。あー、飛んでった。あ、どくんだ。あだ。ありがとう。あだ。タイヤがあっちっち。いや、大丈夫か。勝さん前行かせまーす。はーい。どこで行こう。試験員第一。試験員後でいいんじゃないですか。はい、大丈夫。はい、どうも。スポーナーが決まらん。よかった、タイム出た。セットがちょっと悪かっただけで。2ミリ違うだけでこんな違うんやな、やっぱ。エラーリーはと。あ、カフェさん、この先譲ります。はい、ありがとうございます。はい、左からどうぞ。ああ、よろしくない、今のは特段か、ちょっと早い。やっぱ森田さん、ブチ切れじゃないですか。最終コーナーむずい。もうちょっとトラコンカップに効かしたもんね。うん。きっとここ本当に。あらら。見たいとこで跳ねる。ここマジ攻めれない。あー、ガッツさん？ん？今誰や、そっち行った。いや、サティさんかな。あ、ポールが早いよ。なんで右側行くんだよ。いやー、ちょっと今のはよろしくなかったかな。あ、よろしくなかった。あー、一瞬かかつくのやめて、マジで。あ、あと2アタックかな。いや、無理やな。あ、いけるか。あー、ほぼほぼの人が2、タイミングいいと3アタックいけるか。3分20秒残ってれば3周いきます、ね、もう無理ですね。2アタックですね。危ない。いやー、今のダメか。スコーナーシビアやな。決戦むずい。いや、3秒違うのやばすぎるな。いや、怖くて攻めれない、ここマジで。って思って。
おお、看板。ドラコンやっぱちょっと増やしねえな。あ、森永さんだ。困るなこれ。やっぱ遠赤カットできるかできないかってもうあれですね、死活問題です。34秒台。おーすごい。え、マジ？見えてますね。おーすごい。みんな早いな。どうやったら早く走れるの？あー、バカ野郎。来た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 、34秒台。オッケーオッケー。マキナさんすごい。あとコンマ5か。前開けるか。マジバカ。あー、飛んだ。飛んだ飛んだ飛んだ回って回って、ああ誰もいなかった。いやー勝田さん最悪。マジであとちょっとで4秒切れてたのに、マジ最悪。気がついたら赤ラップだった。終了。いやいや、いきなり出ましたねタイム。すごいすごい。ああすごい勝田さん、すごい。はい、いきなり出ました。うわマジ自分のセットですか？いや、これあれですね、コーチデイブアカデミーのちょっと使ってみました。あとで送りますよ。優秀ですね。あ送るって公言したいからな。自販機だち、はい、はい。レースが終わった後に正直になりましょうよ、こちらさ。はい、カメラさん、はい、アドバイスでいいんですよ。何が、何がですか？セッティングのアドバイス。わかりました。ちょっとじゃあ、1個だけ、1個だけちょっと味付けして送れば大丈夫でしょう。バンプちなみにどんな感じになってるんですか？バンプちなみに上から読んできますね。気になる。いきますよ。上から順にいきますね。7、6、5、8。はい。で、ライリアが2、5、5、7。まあ確かにね、粘りますね、踏み始め。まあそれでもオールトン跳ねますけどね。7、6、5、8、2、5、5、7です。これ。マジもったいな、本当に腹立つわ。なんかセルノさんが、ちょっと待って、自分1セク最速なんだけど。すごいじゃない。すごいマネはどうなってます？マッシュ、how you doing? ちょっと止まるなって変なとこで、もうマジ最悪。ホイールレートはどうなってます？あ、ごめんなさい、ちょっと待って。うわ、マジか。ちょっと待ってください。ホイールレート。ホイールレート。はい、ホイールマルゼン。ホイールマルゼンですね。タイヤマルゼン。タイヤマルゼン。6666さあに、いつでもどこでもタイヤマルゼン。フロントが151、リアが127です。632。127、あー。いや、これちょっと関西限定じゃなかったんですかね。有名ですよ、かなり。いや、福岡でもやってますね。あ、やってますね。やってないけど知ってる。これはダクト。マルゼン電気とかマットにされてて、面白い。19度は、まあ、ここから下がっていく一方ですからね。レースペース何秒？34秒ぐらいですかね。ショートフォーメーション。はい。レースペース34秒台ぐらいですかね。いや、それ早くないですか、レースペース。あ、だって、早いですよ、トップ。33秒台なんで。ここの1コーナー、ほんと嫌いなんだよな。45分ですね。83P2 か。後ろな気をつけた方がいいですよ。いや、マジで、ここほんと嫌なの。
オールトンパーク。30周分積んだったら大丈夫か。あれ、さっき何度だっけ ?80 積んでたらいけるか。さっきで 26? 割と下がったな。うん、下がりましたね。80積む。ショートフォーメーションか。はい。じゃあ、リタイアしますので、さよならで。あは、はい。すいません。よろしくお願いします。はい。またお願いします。はい、またよろしくお願いします。おやすみなさーい。おやすみなさーい。はい、さーいわー、マジで。最終コーナーうまくいってたら、低いっすね。まあ、で、あと、間に合う、間に合う。だったのに。高圧洗車機みたいに出してくりゃいいっすよ。ケルヒャーみたいにビヤー出してきたら持ってこれ。ケルヒャーです。やべ、配信中だった、忘れた。あ、もう番だ。もう番や。27人もやばいな。いや、なんで、あ、ちなみにダウンフォースってみんなフルで入れつけてます？リアウィングは。割とフルですね。めです。あ、フルか。よかったんかな。まあいいや。立て目やけどって感じ。チェルノさん、マッシュさん。突然タイム出たな。バツさんタイムいいな。BMW 3連星が真ん中に。マッシュ早いっすね。おブラックさんもいい。1ミリ3。BMW 3連星だ、本当だ。ああ、もう。さっき最終コーナーうまくいってたら、マッシュあたり入ってたのに。ちょっと柔らかめにした。柔らかくせん方が良かったかな。いやー。注意事項書き込むの忘れてた。いやタイヤ大事に行こう。命大事に。始まりますよ。はい。どうぞ。おお、スピード出てる。おお、ないないない。スピード出すぎたなんか。そっかそっか、今日はポジションハットがあるんだ、忘れてた。すげえ前に出てた。結構気温低いですよね。19度、うん、皆さんよろしくお願いします。45分かい。はい、45分はい、やったね。おお、あ、よかった。かな、結構速度1コーナーブレーキポイントわかんない、わかんない。おお、怖い、そのフェラーリ。あつかさん、あ、私かもしれない。ちょっと内側入り込まれたんですいません。3ワイドになってて、ドライブスルー結構受けてるけど、前2人ドライブスルー。あ、前か。マッシュさん、こんばんは。 Thank you for your comment message is here. Join us tonight. おはよう。おペインも注意、ブレーキ早め。はい。って言って自分が突っ込みそうやから気をつけよう。あんな遠赤踏んでなんで加速するんだ、おかしいだろ。おかしいだろ、その車。恐ろしい、カタカタよく行きますよ。すげえ、壁。すごいギリ。ちょ、一緒でかっ、誰やタイヤ飛ばしたの。おー、危ねえ。無理や。おー、うわー、あそこがレコードラインなんだもん、飛ばすしかないじゃないですか。やぶねえ。ボールシッターがタイヤ飛ばすとか、ボールフリーやるやつやるやつ。なんか飛んでるよ。コース走ってないです。あの人コース内走ってないですよ。許せねえです。やば、空中飛んでった。僕の上飛んでいきましたよ。いやいや、見ましたよ。すごかったっすよ。モリア見ましたよ、モリア。久しぶり。ノーマイケル、ノーマイケル。あー、失敗した。ひどい。ダメージなし。ちょっと外から失礼しまーす。やってしまった。あー、シャモンソさんが DT。 あとマッシュも DT。 あ、マッシュもついてないね、マッシュね。もったいね。せっかくいい力を使った。そら前の方で、ま、にするのは自分の責任じゃないですかね。
まあね、ここ何週かマッシュあんまりいい結果出してないっすね。だいぶする。うわ、飛んでく。あ、うっそー。やばい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 。あー、ダメージはなかっただけ。あー、待って。こいつ光っとしてなんでそんな早いんだよ。おかしいだろおかしいだろ、すいませんでしたちょっと一番やっぱ速い車なんでこれおかしいだろ。まあでもあんだけ使えば多分内圧を抜けていくから。内圧潰したな。後半だな。このゲームなんか芝あもうマジでそりゃねえだろ。わあ阿部教官だ。滑りやすいな。ないで。お、ま、武蔵さんが6位。ここ行きますよ。何してんだ。見えてないでしょそれ。セーフティカー6位にデプロイ。早いな。早いっすね。セーフティカ誰？武蔵さん。おお。タイヤ壊したかな。なんかこのゲーム芝滑っただけなのにめっちゃタイヤ熱入る。芝滑ってる側のタイヤもですか？芝滑ったら熱入りますねかなり。20秒以上ダメじゃない。あったとか踏んづけてんですよ多分。もう2回コースアウトしてるけどまだノーダメージっていうのが奇跡なんだよな。やばい、苦手すぎんだな俺。ここ2つ意外に速いな。あの子はまたセルノさんとか昨日に続いてどうもって感じですね。そして車も同一車種という同じになったのマジで偶然ですね。セルノさんポルシェだと思ったわ絶対。そうっすよね。ここポルシェいいしな。並んでったら死ぬかなここあ、武蔵さんが体勢崩した。怖いよ。森田さん、はい、ちょっと待ってくれてもいいんですよ。いやー、もう待てないです。ちょっとちょっとそんな余裕はなくて今。ね、たとき。いやー、一人で走っちゃうのも楽しくないでしょ。いやー、楽しいですよ。配信映え配信してない。あ、そうか。俺は逃げるんですよ。もうタイヤの内圧が低くなった時のために。今の時点でちょっと低いんだよな。やべえよ。何倍なんすか？ 5 倍？そうね。はい。見たんですか？ストーバイです。もう淡々と走ろう。練習練習。やらかした。おこぼれもらおう。15位以内入ったらまあ上出来でしょう。That was close. フロントのスローバンプ硬くするのってどういう効果があるんですかね。デフォルトも固めで。まあセクター2だけで毎週コンマ5ぐらい置いてかれるな。ハチさんを持ってしてすげえな。これ車です。完全に車です。アストンが遅いのと向こうが速いです。あ、やべ、まあ、すごい、ね、
森谷さん、たまにそんな謙遜しないでたまにはいいんじゃないですか、はい、何がですか、ドラッグドライブス、いや、いやでも他はこっちの方がいいはずなんでね。どうしたのか、ちょっと得意のセクター2で今話を決めましたよ。うるさいな、分かってますよ。絶対言われると思った、マジで。本当に悪い人だ。精神攻撃だ。長期圧はいい感じやな。ちょっと高めやから。ちょっと柔らかくした方が良かったんか、リアは。うわぁ、もう踏みたいとこで跳ねる。難しいですね。落ち着いてこ。ここだ。レースは始まったばっかりだ。はい、みんなまだトレイン状態やからそんなにペース伸びてくない。うわぁ、あれ、エピアあんな好調だった佐藤さんが目の前にいるじゃないですか。好調だから前にじゃないですか。まんな。前にいるっていうのはあれですよ、ポジション的にって意味じゃないですよ。知ってますよ。悪い人だな、しっぽさん。分かってる。いや、僕が悪い。なんで僕そんなこと。いや、悪い人ですね。フォローしたつもりやった。悪い人だな。ああ、セクワンがやっぱり遅いよな、この車。やばい、フォローしたつもりが悪いやつみたいな感じでしたってなるやつ。何も言わないのが一番得意だ。ずるいな。まあ、口は災いのもとと思います。何を思ってるか分かんないから悪い人だな。もうついて走んないとコースにとどまってられんな、この。気づいたら気づいたら目印行き過ぎて飛んでいく。A スペース何秒ぐらいですか、真ん中あたり。見てる余裕はないですね。4秒フラットぐらいです。早くないですか、真ん中。それ早いでしょ。あ、ごめんなさい。 6.5 はい、同じぐらいな。いや、セルノさん、早いな。追ってついていけば間に合う、間に合う。まだ追いつける、追いつける。いいよ、あんやつ。内圧が高い。滑るな、ほんと滑る。こことりあえず5秒台で走りたいな。もうちょっと踏めるな、そこな。ここ抜きどころがねえな。
やばいな。リア下げの方が良かったかな、もうあんな。飛んでってる誰か。マッシュ飛んでってる。おーノー。ヘアピンのところでなんか、あ、やべ刺さってます。おお、モーゼか、俺はモーゼか。お、海を勝ち割る男。ヘアピンじゃないし、はい、なんか左右にマサさんと大輔さん分かれていきました。そして大輔さんはなんかタイヤ飛ばしてました。気をつけてください、次の週。クリーンクリーンクリーングリーン、大丈夫大丈夫。あ、誰かワープしたな、第一試験。きたな。いやー滑るーってか、気温下がってきたかな。どうしたんですか、このシュモリさん。はい、1秒詰まりましたよ。失敗しました。失敗しました。1秒は詰まってないと思いますよ。いや1秒じゃないですか。え、カフェさん。え、取れたかです。取れたか、ありがとうございます。あー、このラップ遅い。ほんと滑りやすいな。グレーニングができた感があるな、このフィーリング。めちゃくちゃ滑りやすい。あ、30分ありますよ。はい、ブレーキ止まらんだけど。なんで30分もあるよ。席乗れないよ。もう少し柔らかい方が良かったんかな。誰か芝走ってた。今日はどっち使ってるんですか、リムは。フォーミュラです。あ、もう ACC フォーミュラですね、完全に。 BMW 乗ってるのに。いや、 BMW 今日は乗ってないんで。あ、でも絶対フォーミュラリムの方がいいですよ。なんか1秒ぐらい遅い。順当に鈴鹿が1秒遅かったんですよね。ハンドルが大きいとかあるんですか。外形違いますか。ハンドルがでかい。そう、ああ、やっぱそれで。俺のシートポジション的にね、ハンドルがでかすぎて。でもフォーミュラリムだとそれがちょうどいいから。うん、ああ、これもうマサさんより遅いのはこれ多分グレーニングやな。ああ、また飛んでく。止まれ。グレーニングできてるかな。シチューが振り出しに戻った。ダメだこれ。はい、いや、いや、もうなんかなんかダメだな。サシさん、サシさん、タイヤ壊した。芝でなんでこんな熱入るの、おかしいだろう。クノスにメールしましょう。おかしいだろうって。件名おかしいだろう。悪質なクレーマーだ。普通にだってポールリカールの外飛んでったぐらい加熱してますから、ね、うわー、そこの餌食はダメか。うわ、攻めすぎてまった。なんか森谷さんが声上げるたびにギャップ見てますけど、変わってないんですけど。ブ、うん、ラッピング。なんかでもこのラップ1秒遅い。若干も詰まってますよ。いやー、言うほどロスはしてないですね。ちょっとね、遠赤の踏み方とか手探りのところがあって、立ち上がりは今の方が早い。安定しない。
早く武蔵さんを料理したい。武蔵さんを料理されると多分置いてかれる。置いていきたい。カフェさん置いていきたい。散策早いんだよな武蔵さん。もうちょっと気温下がって。今何度？18度。ここ怪しくなってきたな。耐圧がちょっと高い。怪しいですね、あそこの左ちょっと。なかなか全開でいけなくなってきましたね。ペインカットして、パーシャルじゃなくてもうブレーキ踏みたくなる感じ。汗でベタベタだ。やばい、ここあ危ない危ない。さあその列車かかってるミスを連発してる。言うほどペース落ちてこないな、前。コーナーが甘くなってるのは動力がなくなってきたせい説あるぞ、これ。あ、ここの試験元気なくなっちゃったな、だいぶ。あぶね、忍びちゃった。忍びちゃった。いや、武蔵さんがどっか行ってしまった。あら、武蔵さんどっかのデプロイですね。入ってきました、順当に。おお、セーフティーが帰ってきてデプロイ。よっしゃー、危ない。これでカフェさんが離れなかったら僕の負けです。パワーで逃げるってわけ。こっから逃げに入りたいんですけど、いけるかな。やっぱフェラーリのセッティングは難しいな。あ、ここ急ぐ使った方がいいな、もうこのタイヤだったら。あやばい、森屋さんラップダウンにしないで。あ、危なかった。死にかけましたか。はい。あー、やばいやばい、タイヤが。この辺タンズの川よう流れてますよね。そうですね。あー、近いな。あー、飛んでった。あー、ごめんなさい、ちょっと奥ブレーキが早かったです。あ、ぶつかっちゃった。ぶつかっちゃった。すんません。してくれ、だいぶ。あ、フラットスポット使っちゃったかも。フラットスポット作っちゃった。作っ
ちゃった。ぶつかっちゃった。ぶつかって泣いちゃった。泣いちゃった。あと何分？22分。はい。無理。あ、ワイヤルケンさんありがとうございます。乗ってないでしょっていう跳ね方するんだけどな、そこなんか。いつの間にか看板なくなってるやん。電子機触れてないのにすごい弾かれるの、納得いかない。やべえ、1個試験に通過しただけ2つ取られちゃった。あ、ここが遅い。マリアさん、試験インカットおすすめですよ。いや、それは1秒減できます。試験インカット。ま、はい、ブレーキを踏まないでいい。コツは。2個もらえますよね、胸がこれ。はい。いい感じに使えます。まだ1個目ですよ。あと20分か、さすがに追いかれるやろうな、10秒差か。10分は無理だぞ。オールトンは難しすぎるな、本当にここは。デフォルトで頑張ってタイムダッシュに行った方が良かったな。ああ、滑る。本当滑るんですけど、ここ。グレーニングできたらタイヤ冷え冷えになってきますかね。いや、熱の入りは関係ないんじゃないですかね。あ、関係ない。グレーニング解消したかも。そんなことはない。多分燃料が少なかっただけだ、ね、そんなはずないんだよ。グレーニングできないと。そもそもできてない。うん、そんな簡単にできないですよ、グレーニングなんて。このこれブレーキダクトは締めてきたから、まあ熱は入ってていい感じだけど、自分も気のせいかもしれない。後からじゃないとね、見れないから、もうできてないと思って走るしかねえな。なんか言ってる。もう一段締めた方が良かったかなって感じありますね。あれじゃないですね、リプレイで確認したんじゃないですか。さっき佐藤さん切れてたから。あー、はい、なんかコメントかなんか言ってるのかな。全く見る余裕ねえな、このサーキット。当分は無理。Actually, it's okay. Don't worry about it. Things happen. Whatever you do, don't worry about it. あー、滑るー。危ない。ノーダメで済んでるのは奇跡。もう4回ぐらい飛んでるんだけど。ああ、トラコン頭悪い。東大生は頭悪いって。お前もう風力マシンキラーな。いやー、リアタイヤ使ったな。フラット走れんのか。待てよ。いや、待てまたないっす。いつ失敗するかわからない。
いつ何個もやるかよ。いつ失敗するか分かんないし、怖いし、逃げるし。楽しくやりましょうよ、皆さん。いや、怖いし。いやあ。危ない、危ない。あー、来ちゃった。来ちゃったどこで、どこで右右右右右右、はい、いやいやいやはいはい、こんな曲がんの、ここちょっと異次元だよね、この車ぐにゃーっていく、人にもよるかもしれないですけど、これはでこういう曲がる車というかそういうセットになってるかと思いましたね。今こんな向きか、でもそこでグニャって曲がるってことは視界もかなり入るんじゃないですか。まあでも基本がそんなに曲がる車、曲がる車っていうか、重たい車だから結構安定してんのかな。失敗した。ああ。あーどうも、ありがとうございます。森永さんがピットにいますね。痛いやですか。ギアが飛んでくるんですよね、フェラーリ。ちょっとおっぱびいてあげる。やべ、あ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 、やべ、やべ、やべ、止まれ、バイバーイ。あー、止まんない。あ、いないよ、それ。おいー、さっさっさ、見てー、このダメージ。いやー、いや、滑るな。どうしたんですか。6秒詰まりましたよ、この試合。どうしたんですか。え、なんかやっちゃったんですか、もしかして。もしかして何かやっちゃったんですか、森谷さん。大丈夫です、この車ダメージに強いんで。遅い1セクターが、やばいぞ。森谷さんの今のタイム39秒って見ましたね。やば、曲がんね。マジで曲がんねえぞ、これ。どっかで飛んでいきそう。強制じゃないですか。行けますよ、前回。いや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 、前回できますよ、強制です。マジでやだ。ほら、こういうことあるから、ほんと。まあ、なんか、マジ、次のストレートで、右寄りますよ。はい。はい。しょうがないなぁ。頑張ってどうしたんですか。元気ないですよ。元気ないですよ。あー、曲がんないー。ストレートが伸びない。だからビビってんですか。車が壊れてるんですよ。なんでこんな壊すんだ俺。いやー、もう、あー、カツタン来てしまった。右から行きますよ。あ、いや、すいません、ご苦労そのまま。あ、テルマさん近いのか。いや、この先危ないから先行きますよ。もうダメだ、レースにならない。おお、そんなカットすんの、すごい。するのさ、地高難めちゃくちゃカットするの。え、それ見たい。そんなセットできない。インガはめちゃくちゃえぐってましたね。またいてます。またぐレベルじゃない。や
そんなレベルじゃない。中入ってましたから。やばいっすね、それ。アウト側のタイヤでイン側の、アウト側タイヤで縁石踏むような感じ。そんなに裏勘でそんなにいけるんですか、うん、やべ、そんなこと言ったらミスったか。イメージ的にはなんで、まあ、またぐぐらいやったかもしれないですけど、まあ、結構出てくる。これどこぶつけたんだ、なんか高速コーナーが遅いぞ、これ。フロントグリグリやってたよ。さっきフロントですね。フロントですね、これ。これ、やべえや。ストレートがとにかく遅い。ここでブレーキ踏むなんてひょってじゃないですか。曲がんないですよ。空力性能が失われてて。リア先が正解やったな。やべえ。走り方変えないとダメだ、これ。やば、縁石散ってる。誰かまっすぐ行ったな。TDI さん5番って早い。なんとか喋る余裕があんまないっす。ないっすね。いやもう喋んなきゃやってらんないっすよ。いや森谷さんの話見てくださいよ。やっぱこうやって言葉でプレッシャーを与えることで相手はミスる。もっと喋ってみる。もうちょっとから抜けてもらっていいっすか。でもタイヤのプレッシャーも落ちるし、さっきからここもブレーキ踏んでます。森谷さんだいぶ慎重にいってるんじゃないですか。壊れてるんです。壊れてるんです。壊れてるんです。この車は壊れてます。もっと攻めないと捕まっちゃいますよ。いや間違いないですね。やべ、プシプシヘルのライン早い。やめて頼む。これストローとかってやつ避けてくれんのかな。ここストロール。途中で入ってきた人ですからね。やべえ、お前避けろ。そこで避けろ。いやそんなのなさそうですね。いやお願いします。ありがとう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 。あぶねえ、思い切りいい人だった。YLK さんもうちょっとでチームウォッター発動させてもらってもいいですか。不穏な空気だな。いやなんかすごいですね。あー飛んでく。もうこのコーナー大っ嫌さんが言ってたサーキットどこでしたっけ。なんかイギリスでもう一個あるサーキット。前の車この辺ラインが違いすぎて惑わされるな。
なスペルの。ワイヤル計算か。ワイヤル計算ありがとうございます。ワイヤル計算あれか。何気に順位争ってたわ。なんだね逃げとはって。いやもうなんか自分いや後ろに車いると思えなかった。自分後ろ下がりすぎて。逃げろ逃げろ。早くレース終わってくれマジ。あそっか入ったんかなワイヤル計算。あーもうダメだ。反省会しよう。もう。あしっぽさん後ろ行きます。右。はい、左から行きます。立ち上がり重視。あそう近づけない。ありがとうございます。ワイヤル計算とキャッチバトルになっちゃう。クリス待って。いやーやっぱ車高高い方から走りやすそうだな。ここありがとうございます。5ミリぐらい上げたらよかったな。単純にミスが多い。高速コーナーケツが飛んでくし。モリアヒラインやめてやめてジムオーナーカモンモリア、ヒズガナキャッチアップ。いやプレッシャーロストした。あ、マジか。あーあ、カフェさんか、びっくりした。ワイルケンさんかと思った。ファーストカイズプロチン、ちょっとどうしようかな。次のとこでいいですか。えいこれ右行きます、僕。Okay. はい。ワイヤル計算が地味に近いんだよな。うん、今日はなんかタイヤ減ってきたトラクション悪くないな。トップ何秒差ですか。あと4分半5分切りました、ね、よしカフェさん追跡する。わかんない。お前どっち行く。やべやべやべ。何気にカフェさんと同じぐらいのペースで走れるのかもしれない。戻ってきたな。耐えたなあれ。早く早く後ろが。あタイヤがもうやべえな。楽になっていいんすよ。いや楽になりたくないっす。辛いままでいい。やべブレーキ早い。あブラックさん来たみたいな。立ち上がって自分がコースに慣れてないだけ説あるな。あー慣れてない。うおー看板が看板で前髪。看板が乗っちゃった乗っちゃった看板乗っちゃった看板乗っちゃった。はよ、はよどっか行け。よしこんなことあるんですね。グリルに看板がヒットしちゃったんですか。もう、ウィンドウ半分、右半分見えなかったっす。あこれ左行きます。ブラックさんこれは、どうも握手やったしば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 。あぶね。あ。
誰だ誰だ誰だ。ちょっとの争いが気になる。森屋さんが黙りまくってるから多分やばいんやろうな。全然内圧下がらなかったんだけど。下がんないですね。下がんない、ね、下がりません、ね、ああ行き過ぎ両成敗。いやでも遠赤とかで結構左はやっぱ落ちますね。これ遠赤アクセル全開じゃダメだよな。ブレーキ踏んでたんだ。タイムじゃなくてこれアクセル解除で試験員とかって見られるんですかね。バックすると、はあ、あー最初こんな行き過ぎロキさんとモスさんが一緒に飛んでった最終コーナーやばい。ファイナルウォーニング。さんとモッサンついてこう混ぜて。てか見にくい逆光で見にくいですね。窓がちょっと汚いですね。汚いですよね。これちょっとワイパー欲しいですよ。おっしゃないですかねこれ。だああ嘘でしょ。ええなんかあった。グッバイ。え嘘嘘なんで俺リカバーできたんだ。まだある。ストレートが持ちこたえてる気がする。ストレートがぶつけ。この後の脱出うまく決めて。まだある。これファイナルラップ。これファイナルラップです。ここはファイナルラップで。あ。ん？マイカー。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 マイカあーもうマジでなんでボタン押しました今あのグレーニング発生ボタン。いやマジでもう入りから削れてましたよヘアピンスターの前の左ですね。高速の左対面、はいね、うん、ターン3。ああ疲れた。なんでだ、ここはダメだ。おお5番手よっしゃー。すごいここはダメだ。あ、18番手になってる。いやマイクを振ってたけど手が離せないっつうのねいや復帰できない。もろもろ申し訳ない黒さん。あ、大丈夫最終ラップポイさんにやられた。最終ラップポイさんにやられたっぽい。ポイっぽい。やられたっぽい。やられたっぽい。うまくまとめたな。ああ疲れた。あもう稲川さんも飛んじゃった。
武蔵さんか。ドタバタコースな。で、マッシュは何て言ってるんですか。あ、ソリ言ってます、ね。ソリトゥー。よくあれ、戻ってきましたね、マリアさん。佐藤さん。アグレッシブ、ああ、でも。アグレッシブ。あそこで、ね、アウト側粘ることはね。あ、そうだ、配信終わろう。疲れた。マッシュ、don't worry about it。もっと寄せればよかった。Think that can be happen。いや、寄せらんないでしょ。立て直すときはもう入ってるんだから。もう、ダメだね、あれ。あれだ。いやー。最後。今日以上に、小さんにコンマ4秒とかのね、プレッシャーが大きいときはなかったですね。くそ。あー。うわー。ああ、配信終了します。